冷やしシャンプーは1990年代後半に山形県山形市で開発された洗髪方法及び使用される洗剤のことで冷蔵庫や氷などで冷却したメントール系シャンプーを用いて客の洗髪を行う利用室等でのサービスである。頭に乗せたかき氷にシャンプー剤をかけて行う場合もある。山形県利用生活衛生同業組合の有志で 作られた山形県冷やしシャンプー推進協議会が夏の風物詩である冷やし中華の販売促進方法に習ったブランド展開を行っている。山形県冷やしシャンプー推進協議会での正式名称は冷やしシャンプーである。マスメディアなどの表記には冷やしシャンプーとの表記も見られる。山形県冷やしシャンプー推進協議会公式の製品は発売元 山形県日やしシャンプー推進協議会日やし人、製造販売元株式会社ロジックである。暮らしから発売されている製品名からレイシャンプーと呼ばれることもある。1990年代後半に山形県山形市の利用店メンズヘアリズムにおいて夏季限定のサービスとして始まった。当初はクールシャンプーと称し冷蔵庫で冷やしたシャンプーを使うというサービスだった。 冷やし、中華の販売促進で用いられる上りの決まり文句、冷やし中華始めましたに習って、店舗横に冷やしシャンプーを始めましたというポップを貼ったところ、変わったポップがあると地元ラジオ局や地元テレビ局に問い合わせが殺到した。その後、大沼が毎月担当しているコラムで、利用業界新聞、ザ・セントラルに冷やしシャンプーのことを掲載すると利用業界内で、 広がり始め、全国利用生活衛生協同組合連合会のキャンペーンによって、全国の理髪店、美容店に広がった。2008年7月23日に富士テレビ系列、笑っていいとも。8月11日にテレビ朝日系列、スーパーモーニング。8月14日に日本テレビ系列、秘密の県民賞。8月15日に読売テレビ、ニューススクランブルなどと、 連日にわたって、冷やしシャンプーが取り上げられ、一般への知名度が上がった。年末には、秘密の県民賞で、山形県民が MVK に選ばれたが、さらに、山形県民の秘密第1位に冷やしシャンプーが選ばれた。2009年7月、山形県冷やしシャンプー推進協議会と埼玉県熊谷利用士会が、冷やしシャンプーに関する名約を結んだ。 これは、1933年7月25日に、山形市で記録された、日本の最高気温摂氏40.8度を2007年8月16日に、熊谷市が摂氏40.9度で塗り替えたことから、暑さを売りにした町おこしを、熊谷市がはじめ、山形の冷やしシャンプーを取り入れることにしたもの。2009年7月30日、冷やしシャンプーはじめましたの商標を出願。 2010年4月2日、冷やしシャンプー始めましたの商標が登録された。2010年7月から山形市では冷却したシェービングフォームを用いる冷やしシェービングも始まった。ありがとうございます。